Make that big boss less special. It ain't no game, but they saying welcome to the second level.真冬に屋上プールを楽しめる機会などそうそうありませんからね。初めこそ異常気象だなんだと騒がれていたけれど、これだけ続くと受け入れて楽しむしかないんじゃろうな。そうですね。それにこの暑さ以外は平和な日々が続いていますし、こんな穏やかな日々こそがわしたちが忍びとして守っていきたいものなんじゃろうな。ええ、そう思います。ですがユミ、どうかしたのか？穏やかで平和で充実した日々、それには満足しているはずなのですが、でも少しだけ、ほんの少しだけ、少しだけ？もっと刺激的なことが起きないかなって思っちゃってます。これは行きたいんだけど。いやいや、ちゃんと修行をこなさないと脱出は不可能っす。休憩、私塾月仙女学館、忍び学生各位。快なる炎暑の日々が続き、このままでは眠る山さえ飛び起きる。さらば覚ますが忍びの定め。貴殿を PBS に招待する。PBS？ 何のことでしょう。わからないですけど、でも何かワクワクしてきませんか。きっと何か刺激的なことが待ってる、そんな気がします。行きましょう皆さん。私もみんなと一緒にダンスしたえ。そもそもどうして私が司会なのよ。
どう見てもあっちサイドの人間でした。ただいま不適切な発言がありました。大変失礼いたしました。どこが不適切なのよ。おっとっと、忍びの少女たちが続々と会場に召喚されてきているみたいだ。おうおう、いいね、若くて甘酸っぱい匂いがあたりに充満してきたぞ。なんか引っかかる言い方ですね。もともと若くて甘酸っぱい匂いは十分売れた匂いの間違いじゃないのかい。はっ、あはさあ気を取り直して、会場に登場した少女たちの様子をカメラで追ってみましょう。どうしてここに。マジ上がるよね。ちょっと何が何ですって。どうすんの。ここって一体どこ。ヒバリたち変わる。私たちも同じだ。あのヤブミ誰。わからんな。ただものではないということだな。あれ、おかしいですね。静止画しか映らなくなってしまいました。ちょっと上、早速の不手際だな。ウォーターガンバトルと。本当よ、私を参加者に入れなかったり。ねえ、なんか大きな声。何なのでしょう、周りに何台もの。私たちを撮影して。ますます謎だな。若き忍び諸君、早速だが PBS の概要とルールを君らに伝えよう。耳をかっぽじってよーく聞け。ようこそ PBS へ。キリア先生ですよね。ああ、横にいるのは。私たちの正体に関してはコンプライアンス上の以後、正体に関して質問した者は水着の面積がどんどん。それは困ります。ではミスター K、 PBS の説明を。 OK、 今から君たちに PBS ピーチビーチスプラッシュをしてもらう。ピーチビーチスプラッシュ、それって何なんですか。簡単に言えば水鉄砲大会。難しく言っても水鉄砲大会だ。ピュッ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 と激しくやってくれ。水鉄砲大会、なぜ。へい、やる方も見る方も超楽しい大会だぜ。半ば無理やり召喚されてきたのだ。まあいろいろあるんだけど、それはおいおいということで。とにかく PBS が終わるまでは誰一人としてこの島。はあ、そうなんだ。でもキリア先生たちが関わっているってことは。そうですね。それじゃあルール説明だ。まず最初に一番大切なことを言うよ。この水鉄砲の競技なんだから秘伝忍法とか。そっか、それは。おっと、スタッフから巻きの指示が出て、時間もないんで早速オープニングバトルいってみよう。チェックだ。してちょうだい。ウブな君たちのために私たちが親切丁寧、手取り足取りハウツーだよ。ま、とりあえずやってみるか。そうだな。
手にできたでしょうか。ガンなどまどろっこしい。戦うんだったら私は刀を使うぞ。いやだからそれはダメって言ってるでしょ。勝負はウォーターガン以外の攻撃も最低限なら OK よ。いつもの癖でつい手が出てしまうこともあるでしょ。だってホムラちゃん勝ちたいなら、まあそんな難しく考えることはないって。気軽に勝負を楽しんで、さあこのままオープニングバトルを続けるよ。夏のイベントをみんなで盛り上げようぜ。どうだいみんな、今までと勝手が違うけど難しい。そうですね、実際にやってみたらいいが。オッケー、それはよかった。なんといっても君たち一番強いヌレヌレガールズって。リオナちゃん聞いただけで話が進まなくなるから、バカ犬は黙ってなさい。もちろんちゃんとご褒美。一番になったチームには欲しいものを何でも一つプレゼン。ヒューヒューすごい。欲しいものを一つ何でもって、もちろんな、家でも車でも地位でも名誉でもなんでもカモン。どこまで本当かわからないけど、なんかすごい話になってきたね。もらえるのか。これはやる気が出てきたな。そうだね、アスカ。ただ念のために言っておくぞ、欲しいものとは関係なく私はお前だけには負けんからな。ホムラちゃん、それはこっちのセリフだよ。私もホムラちゃんには絶対負けないもん。それは無理だな。無理じゃないもん。いや無理だ。絶対に無理じゃないって。絶対絶対無理だ。絶対絶対絶対無理じゃないって。いいねいいね、その調子でどんどん盛り上がっていっちゃおう。目指すはホムラちゃんに勝っての優勝だよね。まあ、こんなもんかな。ただのお遊びだ。そうね、ルールは単純だけど頭。イエス、その通り。しかしこの勝負、何を言ってくれちゃってるんだい。水着濡れ濡れテンションマックス。 Do you understand? キリア先生、発着。日頃の鬱憤が溜まっているのだろう。そっとしといてやれ。そうだね。さあここでもう一つビッグなお知らせだ。この大会の YouTube 忍び戦。その通り、この大会は全世界の。そっか、生中継か。こんな話を聞いたら愚者。いいんだよいいんだよ、ほてった体は水鉄砲で冷やせば OK さ。ほてった体はともかくとして。確かにそうですね、月戦の名を落とすわけにはいきません。
確かに、やってみると意外と楽しいものですね。みのり、あまりはしゃぎすぎて集大を世界にさ晴らすのよ。わかってるってば。ユミちゃんのおっぱいめがけて発射。みのりさん言っても無駄だったか。少しずつコツがつかめてきたような気がします。記憶に残る戦いでした。もちろんバッチリお届けしてるさ。 4K お肌そんな 4K ということは撮影班、私の顔のアップは NG だ。いいか、絶対だ。鈴音先生からとてつもない殺気が放たれている。だんだんとウォーターガンの扱いにも慣れてきたようだね。初めてとは思えない上達っぷり。さすがは裏若き乙女たちだ。ピシャーン。ボチャ、いきなりどうしたんだミスは。私もウォーターガンを触ったのが今回がつまり私もそ裏若き乙女ですよね。そうですってぐらいで勘弁してもらったところで次に進みましょう。レディーゴー。さあ始めようか。ピオーナマイスター。ゴッホ4321、レッツミスター K。 私はまだまだ若いですよ。むしろ今がちょうど食べ頃なの。しまった。どうしたのですか宮城さん。正直動揺している。鈴音先生のあのような姿を見るのは初めて。何お察しします。誰もが心の内に狂気を潜ませているか。私に不可能はない。いいねいいね、その調子でどんどん濡れてっちゃおう。濡れ濡れになるのは俺ではなくお前。残念だけどそれは。あんた妖精未来は、ある意味恐ろしい相手だわ。さーて、オープニングバトル。一つお聞きしたいことがあるのです。ごめんなさい、気づかなかったわ。私とミスター K の関係の いえ、
私が聞きたいのは。ミスター K、 飛ばします。ホームラン、舞い順次よ。5、4、3、2、1、 Here we go。 さあエブリバディ、さっさと始めちゃってくれ。ミスター K、 恥ずかしがらずに言ってください。今はストップだよミスター。試合に集中、集中だ。もうミスター K ったら、チラシ上手なんだから。もっともっと巻きで、これでオープニングバトルは終了だ。当然のことだ。飛ばします。さあいよいよだ。すでにびしょびしょになって準備完了。その大会はなぜ B1 グランプリには予選と決勝と、あとはもう好きにはっちゃけちゃってください。いいえ、もろ出しは NG です。皆さん、そんな怖い顔でこれから PBS を盛り上げようってのに恐怖で縮こまっちゃうでしょう。とにかく今伝えるべきこと、己の持つ力を全て使って勝ち。それではびしょ濡れ死ぬ、出てこいやエピソードを選びましょう。ビーチビーチスプラッシュ。ちょっと違うなミナリチン。ビーチビーチスプラッシュ。わあ、さすがしきちゃん。語学の勉強を頑張っている証ですね。世界で活躍できる忍びになるのな。まあね。あ、簡単に言うと水着で水鉄砲大会だよね。私の心なら決まっています。このような恥ずかしいと、刺激が欲しいと言い出したのは、それはそうなのですが、私たちには立派な忍びになる。うんうん、わかるよ。ユミチンの言ってることはさ。でもやってみたらほら、意外と忍びの修行になるかもだし。そうでしょうか。それそれ、そういうこと。刺激が強いってことはさ。なるほど、シキさんがそこまでおっしゃるのなら何事。やったー、まだ、はい、
いなり。参加するからには勝たないと。ここは本気でいきましょう。ああ腕が鳴る。ではただしあくまで刺激は控えめ、エッチなのは抑え気味にお願いします。参ります。ユミ、新婚の夢に沈みます。5、4、3、2、1、レッツスプラッシュ。やっぱり少し恥ずかしい気がします。ダメだよユミちん、こういう時は思い切って楽しまないと。ほらほら、今日はみんなでパリピになろう。パリピ、なんだそれは。パーティーピーポーの略だよ。パリピパリピ。皆さん、これは修行の一環だということも忘れないでくださいね。盛り上がってきたわ。なんだか胸がドキドキしています。悪魔滅びる運命なのです。ねえユミちゃん、みのりこのまま Me too。 我も続けていいと思う。水着姿で立て、皆さんユミ、実はわしも胸がワクワクしたのですね。ええ、そんなに申し訳なさそうに言うことはありません。思いのほか体力や頭も使うことも。ってことは P1 ぐらい。はい、ただしエッチなのはほどほど。ああ決して成人向けにはせん。それでは皆さん言う。ああ、いっぱいいっぱい楽しまなきゃだよね。だってこれが最後かもしれないし。妙妙とる評価、誠に感謝いたします。さて皆さん、参加するからには。うん、
ということは、そんなものはいりません。私たちは純粋に競技を楽しむために。もう真面目なんだ。まあいいじゃない、 PBS は。しかしこの PBS には今までの修行や経験が。やっぱそうだよね。じゃなきゃ優勝を狙うとなると、わしは狙いを中心に捉え、引き金を絞るように。絞るように引く。絞るといえば乳じゃない。なるほど、乳を絞るように引き金を引くってことですか。みのり、牛さんのお乳絞ったことない。だからそんなこと言われてもわからないよ。私もです。どこかその辺に牛さんはいませんでしょうか。牛はいないが。それはもしかして。みのりは夜桜ちゃんのがいい。賛成。なんか夜桜ちんって乳牛感あるし。ダメです、わしの乳は絞らせません。だが勝つためにな。らみんな自分のを絞ればいいじゃろう。そんじょう、それぞれ自分。わかりました。もみもみもみむにゅぷにぷに。ふかふかって、こんなので感覚がつかめるのですか。いきます。いきますよ。5 4 3 2 1、 Here we go。 夜桜さん、感覚はつかめましたか。どうでしょうか、自分ではよくわかりませんが。1回戦の時よりも確実に腕が上がった気はするぞ。そうですか。だとしたら絞った甲斐がありました。でもさ、おっぱい出なかったね。当たり前だよ、みのりち。おっぱいはお母さんにならないと出ないんだから。そっか、みのり出したかったんだけどな。乳を縛る、少し恥ずかしい経験でしたが、勝てたのでよかったです。やったね、みんな。乳を絞っ、そうですね。ですが、さすがは決戦場。でしょでしょ。勝利のために己の乳を絞るとは、その貪欲。ちょっとあれを。ええ、もちろんです。あなたたちの勇姿はこの目に焼き。ミスター K も焼き付けたかったんだけどね。見ようとしたら見。当たり前です。どうしても乳絞りが見たいのならわ。ええ、あ、私は何を言って。まあそれはそれとして、ユウたちならきっと優勝は。そうですね、私たちの計画。おっと、今のは聞かなかったことにしてくれ。というわけでグッバイ。何だったのだ。わかりませんが、何か一波乱。でもさ、何があってもノープロッシャー。みんなとっても。そうで。うん。だから四季さん。え、何でもない、何でもないから。そろそろ次の試合の準備しなきゃだよ。四季さん、
どうしたのでしょうか。喜ばしい限りの評価じゃ。たやすいですよ。